間違った知識はひとまず置いておいて、よければうちの和室にこたつを用意しようか。はあ、え、ありがとう、おでん君は親友だ、大親友だそうだ、親しみを込めてこれからはファーストネームで呼ばせてもらっていいかな。あのブラボー、ヨウヤ、モナミ、モナミ、イヤホー。